好カード目白押しの中量級準々決勝第3試合、極真史上初めて中量級の2連覇を目指します新井雄二が画面向こう側。ちょっと新井はどうですか。そうですね、ちょっと手数が減ってきましたね、減ってきましたね、まあ、内股蹴りとかですね、で返そうとしてるんですけども、はい、この辺りからちょっと新井は巻き返していかないと、あるいはということも考えられます、スタミナはやっぱり木田選手のはありそうですね。去年空手を始めて13年、ノーシードから初めての優勝を遂げた新井雄二、今回は中量級極真史上初の2連覇がかかっていますが、ややピンチか。準々決勝、極真の小さな巨人木立が立ちはだかります。ちょっと新井の表情が苦しくなってきた。木立選手の手数が止まらないですね。止まらないですね、ノンストップです、さあ残り30秒、自分のペースで試合やりたいところなんですけども、まあ、内股はうまく蹴ってるんですけどね、いやもうこの表情をご覧ください。木立が鬼のような表情で突きをやめません。膝ですね、3分間打ち続ける。そして膝蹴りに落ち込みますが、よく止まらない、止まらないですね。これは相当稽古してきましたね、いやー止まりません。いやしかし新井も意地がある。あの距離になったら新井選手いいんですよね。そうなんですね。しかし至近距離、木立の距離でほとんどの時間が過ぎました。判定は赤4本、極真の小さな巨人2階級制覇に向けて大きな関門突破、ね、去年のチャンピオン新井雄二を下して木立博之が準決勝に進出しました。